大変な減収ですね。市町村は多分あれじゃないですか、予算が組めないところが続出してくるかもしれません。国民民主党が訴える年収103万円の壁の見直しが行われると、愛知県と県内の市町村は合わせて2800億円を超える大幅な減収が見込まれます。これを受け大村知事は今日の定例会見で、国の補填を前提としなければ反対する姿勢を示しました。